あれか。近づいて確認してみよう。もしそうなら早くベースに運んで修理しないと。回収された VS ですか。そこのボンクラ、おっかなびっくり触らないで。気軽に触っていいもんじゃないの。はい、ごめん。でもボンクラってひどい。どうだ、ブロックナンバーとかも確認したけど、この前の船団が運んできた機体ね。ということは、そう、クーリス・ランドバード君、あなたの機体になるはずだった。はずだった。残念、
すでにメイン搭乗者が登録済みなのよね。ノン、そんなこと誰にだ。緊急事態だったからな。敵の手に渡すことを避けるためにも局所的緊急処置だ。じゃあウォルター教官がメイン搭乗者？いや、メインは彼だ。あ、はあ、いたいた。ノン、まさか。やっぱ一番星くんか。こっち。あ、え、ちょっと。いいから君、こっち。ほら、お目当てはこの VS よね。え、ああ、ギンギラだろ。本気なんだ、その名前最高。ねえ、呼びかけてみて。ああ、目覚めろギンギラ。軌道確認。マスター、ご無沙汰しておりました。よくご無事で。当たり前だろ、ギンギラ。お前こそよく頑張ったな。すごい、大気圏を越えてきたんだ。やっぱり君スペシャルだね。え、まあな、スペシャルかな。クーリス、新型は次の補給だ。すまなかった。ジュリー、後の整備は頼む。もちろんお任せを教官。ねえ、どんな感じ？テストしたいから見せて。いや、俺まだ付き合い方とかよくわかんないし。何それ、謙遜してんの？早く。ねえ、いいでしょ、この子を動かして。この子って、そうだな、そこまで言われちゃしょうがない。銀ギラ、何するんだ。銀ギラだと。あまり調子に乗るな、新入り。新入りじゃない、ブレンだ。よろしくな、テレヤさん。カサドラのくせに。待て、クリス、どういう意味だ。はい、そこまで。一番星くんね、それより感動の再会。ああ、久しぶりだな。私たちは命がけに勝利しましたね。ああ、一か八かのな、ギンギラ。はい、マスター。ギンギラだと認めない。僕はこんな、どうするんだっけ先輩君。断じて飲んだ。それ、そんなこんなで、これがブレンとクーリス因縁の始まり。そう、シャレになんないくらいの火花が散りまくってたことだって、この時の僕はまだ知らない。エクストルーパーズ。グヴァンテ、イエ・ゲラ。ああ、ちなみにグヴァンテとは、その存在が幻とも言われているエイクリッドの名前。そんなこんなで、幻のエイクリッドや彼女のような雪族のことをもっと知るために、僕ルアンはネベックのアカデミーに入ったんだけど、ん？監視対象を死人、グランドアーカイブデータに接続。称号、首長は女性、周囲に人気はありません。今なら対象者のみ確保しますか？焦るな、アカデミー。大将の捜索にどれほど時間を無駄にしたか。
本体到着まで状況観察を続けろ。了解。上官がこうも気弱では。うん、こんなところに雪だと。ブレン。そんな、何？どうした？トラール、試す。ドライラー、怒る。んじゃないや。イラつく。上がって、いってえな、この石頭。かわいこちゃんが噂してるのかも。で、先輩くんは何？勉強！雪族の言葉を覚えているんだ。ほう、ほんと先輩くんは真面目だ。いえ、ゲラ。いえ、ゲラ。沈まれって意味だ。もう。ブランフォレット隊、至急教官室に出頭せ。は、はい。なんだろう、急に。はーい。はあ、いたいた。お、ジュリー、なんかあった？あるよ。だってさ、お話ししたかったんだから。へえ、もしかしてさっきのくしゃみは。ちょっと相談なんだけど、この子私に預ける気ない？え、ギンギラを？なんで？機体ダメージはそれほどでもないんだけど、大気圏内用の調整がね。大気圏内？なんだそれ。だからこの子がもっと強くなるためのチューニングってこと。強くなる。いいじゃん、すっげえいいよジュリー。よし、決まり。完璧に仕上げちゃうね、ギンギラちゃん。よろしくお願いします、ジュリーさん。よかったな、ギンギラ。ギンギンにしてもらえよ。はい、マスター。
ー